ムーサクーサは、リビアの政治家、外交官。1994年から2009年リビア、情報庁長官を経て2009年から対外連絡、国際協力書記に就任した。カダフ体制下のリビアにおける実力者の一人と目されていたが、2011年3月30日、外相を辞任しチュニジア経由で英国に亡命した。アメリカ。 ミシガン州立大学に学び、1978年社会学の学位を取得した。1980年代、リビアの英国大使館勤務の後、在洋外高校館で治安専門家として働いた。1980年代後半、英国を追われた。後年、中英大使となり、英国に亡命したリビア人反体制派を弾圧している。 1992年外務次官。1994年情報庁長官。2009年3月4日、アブドゥルラフ・マンシャルガムの公認として、全国人民会議によって、外省にあたる、対外連絡、国際協力書記に指名された。2009年4月、リビアの首都トリポリで開催されたアラブマグレブ、連合理事会を主催した。2009年11月10日、 シャルクあるアウサトガメのインタビューで中国のアフリカ投資に対して激しく批判した。中国がアフリカに多数の労働者を送り込むなどアフリカを半分占領しているようなものだと強い警戒感を表明し中国の振る舞いについてアフリカ大陸における過去の植民地主義を想起させると指摘した。また対アフリカ支援はリビアが議長国を務めるアフリカ連合を通じて 行うべきだと強調した。ABC リビーンスパイチーフネームド FM インディーシュファル AFP 4マーチ2009 HTTP JP ロイター .com アーティクルトップニズイジプジャパン -20 兆3613億2011万331リビア外相が英国亡命 ASF はカダフィシ周辺に リハ呼びかけロイター二千十一点三三十一 h t t p コロンスラッシュスラッシュ vita lper s p e c t i v e ドット t y p e p a T ドットコムスラッシュバイタルパースペクティブクラリティーリビア afpgettyimages ハットイツハークシッカーリビアコションスチャイナエコノミックスイズノーサブスティトゥートツーポリティクスチャイナブリーフボリューム9 イシュー24ジェームスタウンファンデーション3ディセンバー2009ありがとうございます。